やあ、生徒ケンスケです。幻想乙女のおかしな隠れ家、このゲームやっていくぜ。コンティニュー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 、うるさいだけだろ、すいませんねこのゲームはね、あのダークファンタジー系のゲームなんだけど、いきなりダークっぽい感じの音が流れてるね。お、でもポップな感じで始まったぞ。なこれライブなのか吉本のライブが始まったか、漫才が始まったな。この二人の神聖淑女並びに、紳士淑女並びに、少年少女の皆様方々、あ、え、みなみな、え漢字にスキル少ないからなんて読むかわからんけど、ごきげんよう。 D っていう人間か、今右の方に D って書いてあったけど、こんな感じでキャラクターの名前がこういう表示のされ方されるんか。ファイリー、ファイリーズ、フェアリーズかな、フェアリーズ妖精か。ごきげんよう、はじめまして。私は皆様方をこの物語へと導く案内役、語り部でございます。名前はそうですね、 D とでもお呼びください。ドラゴンの D か、え、ライド的な感じのドラゴンか、嘘を食べるのか、嘘つくのか。貴様は女子の妖精サニーですよ、よろしくお願いします。サニーちゃん、 D とサニーなんやな、 D サニーなんやな。さあ皆様、しばしの間お手を休め、私の話をお聞きください。俺キーボードで Z しか押しないから始まったばかりですけどね。へえ、何、少しばかりの導入ですよ、お時間は取らせません。本当かとか言うて2時間3時間話すのが大体大阪のおばさんだぞ。だそうです、軽い気持ちでお聞きくださいね。じゃあ俺スマホでもう少しやりながら聞き寄るわ。スマホどこいたっけ、スマホどこいたっけ、あれスマホどこいたっけもう少しながらやろうと思ったら手元にスマホがない手元にスマホがないぜ頑張りますか。じゃあちゃんと聞きますわ。それではご用おかけお聞かせいたしますのは、昔々のお話です。なんなん、桃太郎でも話すんか。桃太郎でも見た目完全に洋風なのに桃太郎を話すのか。吸血鬼がまだ物語ではなかった時代、とある無駄には伝説がありました。どんぶらこうどんぶらこうって桃が流れる話。昔々とある、ちょっと字幕消えるの早すぎませんか、読めませんけど、うん、姫で目が覚ました、死んでた、人狼ゲームが始まるぞ。サーチチェックですとか入るんかこれどんどん村の人々を殺されている、デンジャラスな人狼だ吸血鬼だったんか、人狼じゃないんだ、旅人が殺していったんだ。吸血鬼が自分の仲間にして去っていった、一人だけ。ほう、仲間が欲しかったんか、こいつダメみたいな感じで殺していったんだなんて残酷な吸血鬼。これで危機はおしまいでございますこいつちょっと時間を取らせませんとか言いながらも巻き巻きやったな。時間取らされなさすぎてさ、内容が入ってこんかったわ。吸血鬼が仲間を探して一人だけ仲間にしたってことしかわからんかったわえ、その後吸血鬼はどうなったかって、絶対頭の中で考えてるだろ今、アドリブで話してたなお前アドリブで話してたにしては結構内容濃かったかもしれんけどさ、今ちょっとどんな展開にしようかなって頭の中で考えてるだろ。さあいかが思いつかんかったな、アドリブでなんかひねり出そうと思ったけど思いつかんかったな。うわー出てこんかったわ、悔しいわみたいな顔してるやんこの物語には二人の吸血鬼が出てきますが、おっと口が滑りました。それは最後言おったもんな、仲間にしたって一人一人仲間にしたって。あらもうダメですよ D さん、ははすまないねサディ、とにかくにもこれはとある少年少女一週間のお話でございます。さてそろそろ旅立ちのお時間ですね、それではどうぞ物語をお楽しみください。
いきなりグロテスクなシーンを見せられた。こうなってしまったのは、定められた運命だったのだろうか。何があったん。恐ろしい結末を避けることはできなかったのだろうか。始まったのは、一週間前、月曜日の夕暮れ時。アンジェ。あと6日。何が何がだ、世界の崩壊まであと6日みたいな話なのか。マンデー。いや、僕夏の始まりみたいな感じに始められても困るんですけどね。完全に平和っぽいわ。僕夏レベルで平和っぽい感じで始まったけどさ、完全に平和な感じなかったやん、さっき。アンジェ！お、男女二人ずつだ。兄弟かな。確かこれベルントだったかな。ベルンドみたいな感じの名前のやつがなんか、クリームのダウンロードの説明文に書いとったけど、ベルントだったかな。確かそんな名前だったと思う。アンジェったら、もう、どうしたの？ぼーっとして。あ、もしかして、何か怖いものを見た？うん、それがね、なんかベルントがね、めっちゃ変な真っ赤な顔になって襲いかかってくる夢を見たんだ。うん、違う、なんでもないわ、ベル。違ったらしいわ。俺の妄想だったわ。アンジェ。アンジェとベルントって名前やけど、ベルって呼ばれてるらしい。じゃあ俺はサダノブって呼ぶからね。そうか、ならいいけど。ベルント、サダノブって呼ぶよ。俺は無視してサダノブって呼ぶよ。そんなことより、これからどうするのよ。目印にしてたはずのパンくずも食べられちゃったし。気づけ、やる前に気づけ。あ、もしかしてこれ食べられるかもしれないからやめといた方がいいかもしれないみたいな感じで、気づけ。こんな深い森で迷っちゃうなんて、何かが襲ってきたらどうしよう。ベルのせいだからね、狩りだなんて言って。いや、パンくずを目印にしようとしたお前もお前だと思うな。俺は大丈夫、何があってもアンジェは僕が守るよ。そうね、お願いしたいわ、ベルにできるものだな、ね。ああ、信用されてないな。僕これでも一応狩人なんだけど。当然よ、私の方がお姉さんだもの。ああ、姉と弟なんだよ、これ。それに、狩人って言っても、ベルはまだ見習いでしょ？ウサギも飼えないくせに。とにかく、もう少し先まで行ってみようよ。確か、この辺に。この辺に何があるん？東京タワーとかあるのか？あ！何かを見つけました。あからさまに怪しい、ウェルカムの文字。これって。やっぱりここだった。アンジェ、覚えてるよね？もちろん、昔二人でよく来たところじゃない。懐かしいな。お前らの基地か。お前らの秘密基地的な感じか。いや、秘密基地だったらウェルカムの文字はないな。ウェルカムってやってる秘密はないわな。僕は最近もたまに来てたんだ。こういう時には助かるね。じゃあ、入ってみようか。なるほど、とりあえず二人の別荘的な感じか。お菓子の家じゃないか。え、これあれなんか。お菓子の家的な話だったのか。わあ、素敵。あ、ちょっと模様替えしたの。わかった。模様替えしてこうなったのか。なんなの。こういうデザインにしたか、お前の趣味で。お前結構甘党なのな。うん、とっても可愛いわ。気に入ってくれてよかった。めっちゃ顔あからめてったやん。僕はここにいるからさ、アンジェは奥でくつろいどってやるよ。そうね、そうしようかしら。ありがとう、ベル。仲の良さそうな兄弟なこと。こんな感じで操作できて。あー、なんか歩っきょう姿がめっちゃ可愛いわ。いいな、このゲーム実況してよかったって思えるかもしれん。ゼロパンクズってなんや。お金の単位がパンクズなんだ。パンをお金にするのか。なるほどな。なんか面白いシステムだ。それともアンジェ可愛いな。これをサムネにしたいレベル。なんか持ったん？持ってないな。さーて、探索パートじゃ。ビスケットとチョコ。ビスケットの甘い香りがするわ。お腹空いてきちゃった。そこら中に食べ物があるからな、お菓子という食べ物が。ふわふわなロークケーキでできたタンス。ちゃんと物を入れるかもしれない。
そのうちゴキブリとかそういうのが入ってきて不潔になってくるんでしょうね。やあ、こんにちは。誰だお前は。あ、今何か声が聞こえたような。ここだよ、棚の中だよ。こんなところに顔が。ベル趣味悪、こんな変なタンス買いやがって。はは、やっと気がついてもらえた。僕って影が薄いのかな。いや、気づいたとしてもさ、おらんことにしたいわ俺は。気づいてもそれだけかい。気づいてもらえただけで終わったわ。同じ展開を始めた。最近のことなかった頃かのごとく同じ展開を始めおったぞ。鍵薄いつうか、こいつら記憶力悪いんじゃないのか。よっしゃ、プリンのプルンプルンしたような椅子がある。でテーブルになんかあるけど、チュートリアル、なんだチュートリアル、ヨギータか。この操作はいいや。あ、ダッシュできたんじゃ。え、あ、ダッシュになってるわ。若干ダッシュっぽくないよなこれ。なんか若干ダッシュっぽく感じのような気がするような、なんか知らんけど、なんかないんかな、もっと面白いもの。面白そうなもん見っけた。なにこれ。鶏みたいな鶏もどき。こけ、あれ、何か言ったかしら。幻聴聞こえてるな、俺には聞こえんかったぞ。ピヨ、あれ、わあ、幻聴が聞こえてきたな。なんだろうな。クローゼット、あれ、誰付きが悪いのかしら。中でたけしがガクブルしてんじゃないの。開けようと思ったけど、たけしが中でうまく抑え込んどんかもしれんな。ガクブルガクブル。私は青鬼ではありませんよ。カレンダー、なんだ、ソロモン・グランディ、月曜に生まれた、火曜に洗礼を受け、水曜に嫁をもらい、木曜日に病気になった。なこれ、月曜日はタンタラララみたいな感じ。木曜日に病気になった、金曜日に病気が悪くなり、土曜日に死んだ、日曜には埋められて、ソロモングラビティは一家の終わり。ララ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 じゃないな、ないよ。完全にラララって言ってられるような内容じゃなかった。落書き誰が書いたんだろう。ってそんなことより、どこかに休める場所はないのかしら。やばいこれ、月曜に生まれた、その月曜点が今日だったら何かが生まれたことになる。隣のこいつか、こいつが生まれたって話なのか。だとしたらこいつ、明日には洗礼を受けるんか。ララ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 。これは人気シェフ川笛さんの作ったスペシャルロールケーキ。どっかで聞いたことある川笛、下の名前達也だったりするかな。少し何言ってもかじってもかな、かじってもいいかしら。この女の子のうわーって顔はちょっと可愛らしかったね。紅茶の缶かしら、ウェハース。でこれはお菓子の城、これはどんなお菓子でできてるのかしらね。私もこんなお城にいつか住んでみたいわ。ベルはこんな素敵な家具どこへ見つけてきたのかしら。マフィアの家からじゃない。多分銃持って突っ込んでいったんだろうな。バンドンパってドンパってやったんだろうな。あれ、全部調べ終え、いや、ベッド調べてない。ベッドは最後だやっぱって感じだな。まあ大きくて好きなベッドだわ。ベルが作ってくれたのかしら。これはベルなんだ、メイドインベルなんだよこいつ。これはでないんかい。え、全部調べたかな。時計があったわ。なんだ、チクタクチクタク、時計も大変ね。メルヘン発言した、時計のことをいたわってあげたる。なんで終わったの。なんで終わったの。
無慈悲に割った。で、この当の本人はこんな笑顔だからな。割っちゃったみたいな感じのないや。今ちょっと面白かったわ。なんか面白かったわ。割ったよ。もう何の悪びれもなず、なく、わ、あ、ベルいつもよく聞き取ったらわ。ベルがいつもよくこっちの部屋来とるわ。ねえ、ベル、懐かしいわよね。この家のこと、不思議な家だよね。大人たちには絶対見つからない家だもんね。昔はよくこっそり隠れていたっけ。完全にウェルカムっていう見つかる気満々のような文字書いとったけど。父さんに怒られた時から、よく来たっけね。私たちももう来られないと思ってたけど、まだまだ子供だってことなのかしら。確かに昔に比べたら見つけにくくて時間がかかるな。あ、わあ、かわいいな。お腹がすいてたんだね。ん、食事してなかったもんね。そうだな、これじゃあお腹の足しにならないかもしれないけど。なんだ、いいの？何も渡した。かりんとうか？ドーナツ。ドーナツ、私の大好物じゃない。アンジェが喜ぶと思って一個だけ持ってきてたんだ。ベルの分は？僕はお腹いっぱいだから別に。嘘つけ。あ、あはは、半分こ。いいの？当たり前じゃない。もともとベルが持ってきたんだし。なんか、かっこ悪いな。ふふ、いいのよ。ベルはそれで。いい兄弟だ。ねえ、ところで、そろそろ日も暮れてきたから、ここで休めるか調べてみたんだけど、ベッドは一つだけだったのよね。それは二人で一緒に入るってパターンですね。兄弟とはいえ、ちょっとそれはどうなのかね。え、わお、お姉さんと一緒に寝るという弟のすごいピュアな顔をしたぞ。あの、あ、いや、その、もう僕は別に深い意味があってそれを置いたわけじゃ。よくわからないけどありがとうね、ベル。よくわからんかったわ。アンジェの方は、ね、よくわからんかったらしいわ。あんな大きなベッドに一人で寝られるなんて嬉しいわ。ベル入ってくんなって言うんだよこれ。遠回しにベル入ってくんなよって言うんだよこれ。え、あ、でもこのままじゃベルの寝場所がないわね。外で寝とけばいいんじゃないの。そうだわ、ソファーならふかふかしてるし少しは寝やすいかも。それでいい、ベル。あ、うん。何お前、ちょっと残念そうな顔してんの。じゃあ今日もうゆっくり休みましょう、ベル。おやすみなさい。おやすみ、アンジェ。はあ、一緒に寝たかったな。なんだ、誰かが近づいてきとるぞ。この音は、あと5日。何がだよ。聞く、何がだよ。チューズデイ、火曜日だ。燃えろ燃えろ。もう朝なのね。早く帰らなくちゃ。ビルは起きてるかしら。帰るのか。さあ、となんかすごい気になるもんが、モヤモヤが起きてるけど、なんですかこれ。スルーですかこれ、モヤモヤの部分は。よっしゃ、もやもが気になるけどここで終わりとさせていただこう。もう19分も、だいたい20分も収録してしまったんだ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ、さあみんな、この時点じゃまだ2人の兄弟がメルヘンチックなお菓子の家に来ただけだと思うだろう。でも次回のパートから事態はどんどん加速していくんだよ。何が言いたいかって、パート1だけじゃどんなゲームかわからんだろうから、次のパートを見てくださいっていうことです。